ヤフー YouTube、どうもなるです。さて、今日もヘアスタイルを解説して、また見ていこうと思います。はい、よろしくお願いします。で、今日は、彼ですね、佐々木もう横短めの、まあ、上ちょっと長め。高すぎるとバランスが悪いっていうのは、このウルカさんの場合は、僕と同じで、おでこが広いんですよ。顔は別に大きいわけじゃないんだけども、おでこの幅が広いので、まあ、あんまり長いとなんか無理にこうおでこの広さっていうか、このなんだろう、別にハゲてるとそんなの全くないので、おでこが広いのを前だけ長くしすぎちゃう、他を短くして長くしすぎちゃうと、ここを隠してるんじゃないかっていう印象になりやすいんですよ。それでまあ僕以外もみんなそうだと思うんだけども、なんかこうちょっと薄く見えやすい、他が短くて長かったりとかして隠してるような感じにしちゃうと。なので、おでこが広い人は必ず前髪短めの方が、男性は特にバランスがいいですよ、グリースとかで仕上げた方がバランスはいいんじゃないかなっていう気がします。バリカンで短くするんじゃなくて、まあ、ハサミで短く切ってもらった方がいいのかなっていう気がします。バリカンだとどうしてもこの質感だというかツンツン感っていうのが出てこないので、で、髪のもともと細い人とかはやっぱ金髪にしてジェルつけちゃうとちょっと薄く見えがちではあるので、もともとやっぱり量が多かったりとか硬い人だったりとかの人がブリーチをして柔らかい質感になったものに対してジェルとかグリースがつけるから、こういう質感になりやすい。もともと細かったりとか薄かったりとかっていう人がジェルつけたりとか、もうグリースとかつけてね、ベタッツヤ感出しちゃうと、あんまりかっこよくはないかなっていう僕の印象はあります。まあ人によって感覚は違うので何とも言えないですけど、僕からしたらそういう感覚に陥りやすいっていうのがあるので、その辺はちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなっていう気がします、僕は。
作ってもらえれば全然いいですね。で、襟足は少しちょっと長めに残してもいいかなっていうぐらいですけど、基本マッシュベースです。変わらず。普通に、まあ、ダウンは入れてもらっていいと思います。もっと入れてもいいけど、まあそれぐらい入れて、まあ、このなんだろう、うねり感とかこの質感ってどう出すんですか。まあパーマはないから絶対に。まあ濡れてる濡れてる状態で多分ちょっとうねりが出てるのだけかもしれないし、もしかしたらねアイロンとかしてるのかもしれないけども、試合前にアイロンとかするのかな、わかんないですけど、それであるのでもしかしたら低温でうねうねうねにしてるかもしれないですし、もともとの癖なのかもしれないです。まあでも普段使いしても別に問題は全然問題ないと思います。ただ金髪ここまでホワイトまでホワイト近くまで抜くってなるとやっぱ1回では難しいので、やっぱ2回とか抜いたりとか、あとはムラシャンで金髪抜いたりとかしていかないと難しいと思うので、まあ、黒髪でも全然別にいいですけどね。黒髪でもいいですけど、どこまでできるかっていうのは、質感だったりとか、この、金髪だからこういう動きの出やすさが、あったりとかするので、その辺はまた黒髪と金髪とは違うっていうのは頭に入れるんです。はい。まあ、これもね、多分もう要は全部、例えばもう定規、極端に言えばね、定規で全部の長さを例えば10センチ、もっと長いかもしれないけど、10センチで例えば15センチで、全部の髪の長さ全部同じにします。全部同じにして、10センチぐらいでいいと思うんですけど、10センチぐらい全部切って、まあ、毛先量を減らせば、形的にはこうなるんですよ。形的には、まあ、襟足ちょっと短くてもいいけどね、もっと丸くするんだったら、襟足長すぎちゃうと、なんかこう下に長くなっちゃうから、全部の長さ長くして、まあ襟足だけちょっと詰めるぐらいでもいいと思います。襟足5センチぐらいとかね。でそれに対して金髪にガンガン抜いたら、多分ダメージだけでもふわって広がりやすいんですよ。そうパーマをかけるっていうよりかは、ダメージで広がりやすいアフロなんです、この場合は。なので基本的カットは全部同じ長さです。襟足だけちょっと短くするとかで、あと金髪に1回2回、もしくはもう3回4回ってこうブリッジして、もうダメージきてもうチリチリちょっともう切れちゃうんじゃないか、危ないんじゃないかっていうところまでいったのを、もう全部ワックスとかで全部上げちゃうんですよ。そうすると全部同じ長さになってる。基本的にはこう丸く作られるんですよ。丸いような感じに作られるんです、実際問題。
でカット自体は難しくないんですよ。カット自体は難しくないんですけども、セットするときにやっぱこれだけダメージがあって、あのワックスとかも柔らかいワックスとかでもうふわふわ、毛先がもうふわふわになってる状態、ふわふわになってるからつけたらふわっと広がるよっていうぐらいなイメージで考えてもらった方がいいです、うん、じゃないとならないと思います、うん、こんだけダメージでも毛先がちっちゃくなってるじゃん。あのパーマをかけようなんてもうできるかもしれないけど本当にやめた方がいいですよ、うん、実際問題痛みが半端じゃないと思う、毎日のケアが。僕はまあこういうね、格闘家だったりとか、このお仕事上でそういう見せる仕事だったりとかする人っていうのはまあいいのかもしれないけども、まあ実際これをやった後、金髪にして、パンを上チリチリにして、こう、ふわっと広げてました。じゃあ次どうしますか、次のヘアスタイル。もう切るしかないです、基本的には。それを分かった上で、これにするなら、ただそれが分かんない、次もちゃんと治るだろうと思ってやるのは絶対に間違いなので、その辺は美容師さんと相談しながら、ぜひやってみてください。バイバイ。